ちの持ち込み的にドラゴンが有利なんていうというか、あまり不利な対面がなくて、まあ、五分用意の勝負だったんですけど、こちらの構築がちょっと、まあ、特定のデッキに寄せた形にしてたので若干不利かなと思ったんですけど、まあ、ただここを仮に落としても、まあ、次の試合が逆に有利になるっていうので、ミラーに当たったのは逆にラッキーだったかなと思います。僕の方の先行取れたこともあって、まあ、2、3、4とフォロワー並べて、中ドラゴンシェイクの進化を顔を見たんですけど、その顔の進化が後々その進化の2点以上のアドバンテージを得られるかなと思って切ったんですけど、まあ、そこを切ったことによって相手の処理も難しくなると予想したので、そこはまあ切って5連勝誰も手がつけられなかったアグノムを知能が止めました。その勢い、止めた動きをアクセスそのまま勝利につなげられるか、それともマリノスの勢い、水荷がしっかり戻すことができるか、手札交換です。2枚採用、無表のトリケラトプスも見えました。このタイプのドラゴンって場残りするカードというよりは、どうしてもどん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 ナテラを回すタイプのデッキなので、ええ、その強いフォロワーを立ててこれを返してみろみたいなデッキじゃないので、はい、無表のトリケラトプスが結構刺さりにくいんですよね。はい、もう たくせん2枚、ベロキラプトルもいます。ただバイディにはありつけていないと。2段目荒野ランナリング見えています。水荷です。ウモイはどんな動きをするか。背中のコブ天使の翼、2ターン目に案内人をしっかり立てました。水荷です。さらにドラゴンシェフ、さらにはバイディという動きまで見えています。ここは、たくせんの、HPP ブーストか相手の2点どっちが重いかを見る、はい、ターンでたくせんに手がかかってますね。2ターン目マリューのたくせんです。さあ3ターン目、まずはこの2点。いやこの演奏はちょっとデッキを回すカードが足りてないですかね、ちょっとワンダーコックを削っている分が少し出てしまっているなというふうにも感じられますね。なんでちょっと少ないリソースでもう押し切れるかという、そんな雰囲気も出ています。さあルモイもルモイでちょっと厳しそう、盤面に触れない。そうですね、一応後手用で芝に進化を切ってっていうのもできるんですが、はい、それでは間に合わないか。ただたくさんに手をかけています。ちょっとね、ちょうど他のフォロワーに比べて点数が高いドラゴンシェフが場に立っているということで、そうなんですよね、そうなんですよね、1枚採用なんですけど、はい、あ、これピン出しでしたね、はい、その水荷としてもこのドラゴンシェフって、はい、そのバイディの点数の当て合いのやり取りの中で出したいカードではあったんですが、はい、ちょっと思わぬ形でルモイを揺さぶってますね。押せるか押せないかというところ。さあ、たくせんから荒野の球速でした。これはもう一気に押すしかないか。水荷4ターン目です。バイディ進化切らないとどうしても彼の侵食重たくてあんまり打てないっていうのもあるんですが、4コス44として、そうなんですよね、水荷の手札からするとちょっとこのベロキラプトルは覚醒状態で使えたらいいなっていうふうにはどうしても思ってしまうんですよね。このハンドからするとトップから何か引いてつながればっていう形ではありますね、はい、まあ、もしくはこのターンバイディ置いて次のターン部別の演奏プラス影の侵食で6ターン目芝で7でベロキラプトルやっと動き始めると、そういうちょっとね、ドラゴンらしくない PP ブーストが絡まない展開ではあるんですが、はい、そういった展開になっていくのかなというふうに思います。相手は2つの PP ブースト。さあ、ここはスピード感を見たか。バイディを出す4ターン目、
2-2-3-3-4-4 と並んだ 2-3-4 ターン目でした。水に 6PP を使えるターンになりました。ルモイです。いやこの回復ミラーマッチにおいてはかなりはいいいですね。進化圏も余っているので、このイアンは後々そうですねベロキアプトルなどを回収したりとかして、はい、あのナテラの体重をどんどん回していってっていうのも狙えるようなカードになってますね。6ターン目は前から見ていた芝に行くか、このターンも回復の効果が出るターンになります。6ターン目芝、水には一瞬苦笑いか。まあ、ただね芝はターン数で効果が出るカードになるので、まあ早く出してもねそんなに意味があるかと言われたらそうではないんですが、まあただ単純にでかい7-8となりました。そうですね、2つ PP ブーストしてるんで6ターン目からの回復の効果になります。今4ターン目のルモイです。ちょっと先になりますね効果が出るのは。ご低音進化で上からバイディ取ります。戻る道などない。まあ、これであれば水に側はかなり苦しくはありますが取ることはできて、影の侵食も一応打てる、はい、といえば打てるターンにはなります。ここで無別の演奏を生きるか。幸いアクシズ側に7ターン目に強いカードっていうのは RPP の時点で場を強く作るようなカードが入っていなかったりするので、はい、まあ、ここは最悪その影の侵食を打って場を弱くしてしまっても、まあ、ギリギリ、まあ、打つならここかなっていう気がしますね。これ以降どん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 フォロワーが展開されていったりもするもので打ちづらくなっていくので、暴れれば悪魔。演奏から案内に相打ちで取ります。ナテラが場に出る。でもしくはここの荒野の球速でドローを見に行くか。はい、ただ球速ドローカードなんでミラーマッチでは結構大事にしたいカードの一つあるんですよね。さあ回復効果はもちろんありません。ライフは20。ナテラの退場を出してドローを見に行きます。あーもうこれおドローンシフト進化押していきますね。5点を顔に入れていきました。水にベロキラプトルも出していきます。あこの進化で、シバ、ネプチューン、影の侵食でもう削り切れるだろうという算段を立てていますかね、はい、ルモイの5ターン目です。ベロキラプトルからナテラを回していきます。ここプテラノドン行ってしまうと、まあ、どうしてもね体力が厳しいので、はい、まあ、全処理するか、このベロキラプトルを使い回すかというところの選択で全処理の選択を取ってきましたね、はい、3点をドラゴンシェフに当てて、ジュラシードラゴンアデールに当たることで全部処理です。はい、ボール2点です。さあ進化いって顔という動きも見えた水煮ですが場面は空になりました。まだねこのルモイの勝ち筋であるバイディこちらが見えていないので、はい、少し体力を守りながらどうにかしていかないといけないターンになってますね。はい、水煮が残り10を削り切る。そこに間に合うのか。あーここプテラノドン引いたのいいですね、はい、8でネプチューンとか、ええ行く選択肢も広がりましたね。この部別の演奏が、はい、あのかなりいい形で打てるようになったのでナテラの体重回しながらプテラノドン、はい、部別の演奏取りながらドローで PP を伸ばして、もしくは 2PP 竜の作戦や荒野の球速の受けを考えるのであればプテラノドンからでも、だそうなった時にさあプテラノドンからいきます。バイディです。あこのバイディはいや進化切りたいですかね次の段に、はい、そしてこれちょっと噛み合わなくなりますが、そうですね、はい、次のターンは
ネプチューン出せるターンにもなります。まあ上の 2PP の受けを見た結果少し裏目に出てしまったような形、うん、PP を浮かしてターンを渡すことになってますね。はい、この 2PP は残します。トップはルモイ、母なる君です。ルモイの6ターン目。いや、この母なる君処理しないと意外と点数出たりするんですよね。はい、ドローを見ます。こうやらないに、なのでそれを押し付けていくというのも一つルモイの勝ち筋として存在はしているのかなというふうには思いますが、はい、まあやはりバイディを優先するのであればここで小屋の休息を打って、デッキを回していく。2点の回復です。ナテラの体重でドローを見ます。バイディ来ました。思わず拍手はルモイ。いや、芝も先に出せていますし、4ターン目の芝プレイでした。そうですね、ここは進化をバイディに切って次のターンの場を、母なる君などで、処理をしながら打っていけるような形になりましたね。で、早めに点数を詰めないといけないというところで、少しこのベロキラプトルで入れられる2点というものを重く見ましたね。はい、さあルモイはファイディからで動き見えてきました。ターン終了時2点の回復もありました。これで、一応バイディ進化切って、カリアの侵食2枚、バイディ進化切って、ベロキラプトルに当たってカリアの侵食2回で、ボードをクリアしながら、はい、カリアの侵食の起動に成功することができます。はい、さあバイディに進化を切ります。2枚の影の侵食2コストに下がります。当たって取る。そして64必殺のバイディは影の侵食2枚で取っていくか。でここから2点ずつ刻まれていくような形になります、はい、いやそう考えると前のターンナテラの体重出せなかった分で少し点数を損してしまっているので、これがどう響くか。はい、そのクロックで足りるのかというところ。ルモイの回復もあります。いや2コストの、ね、受けを考慮しての、はい、あえて打たないっていう選択だったと思うんですが、ちょっと裏目に出てしまってますね。前のターンナテラの体重ありながら 2PP を残してターンを終えていました。水にショットにも悔しそうな表情。さあここは母なる君、壊れてしまえ、影の侵食を打ちます。ワイディと手相打ち46守護立ててターンを終えます。これだと3点なので3点4点、次のターン芝が点数、8ターン目なので、はい、4点入るので3点で 2つ割れば、はい、っていうところになってしまうので、この母なる君を残しては置きたくない。そうですね。お、この竜の作戦は間に合ってますね。はい、これはドラゴンバスターイアンの、いやでもイアン&アデールで回復しながら2面並べる動きか、それともこのターンに芝を置くことで4点体力を先取れるので、はい、そこを見ていくか。芝を置きたいターンでもあるんですが、そうですね、ここで芝を置くと、ルモイの体力が残り5点になるので、はい、伊達ネプチューンでゲームを決めることができます。はい、母なる君も見えましたが、ここは芝をプレイしていきます。3点そして4点残り5。伊達政宗、伊達政宗、やっとこれだとプテラノドンなので、はい、1点足りないですね。これプテラノドンテラノドンだとトップからの受けが作れない
ですよね。はい、イアン、いやこれだと点数足りてないですね、はい、あとは、一応芝立ってながら、あでもそれでも4点は通っちゃう。そうですね、これだと伊達ネプチューンで決まってしまいますね。はい、絶妙なライフの駆け引きでしたが、ルモイなすべなしか。いやそうなってくると序盤の水井の進化、いやそうですね、あの5点、そうですね、ドラゴンシェフ進化、行動に付き合わせて、はい、っていうところ成立しましたね。さあ自身1のライフが残ってターンが返ってきました。ここで出てきたネプチューン、そして2体のオルカ、さらに伊達政宗、しっかり枚数も確認して残り1に削ってターン終了でライフを削り切りました。アグノム敗れた後水にしっかり取り返しました。マリノスは今4勝1敗と波に乗っている形ですが、来週上位のレバンガと英雄と当たることになるので、そこを気を抜かず引き締めていつも通りやりたいと思います。応援よろしくお願いします。